エムデンとは、西ドイツ海軍のフリゲートであり、ケルン級フリゲートの2番艦である。艦名は、ニーダーザクセン州のエムデン市に由来する。この名を冠するドイツ海軍艦艇としては4代目。エムデンは、HC ストラッケンゾーンハンブルク造船所において1958年4月15日に、寄港、翌1959年3月21日に、浸水式が行われた。 その後、偽装と試験公開を経て、1961年10月24日に、西ドイツ海軍に就役した。西ドイツ海軍就役後、エムデンは、他の姉妹艦と共に、クックスハーフェンを母校とする、第二護衛艦船隊に配属された。あとの1968年に、第二護衛艦船隊は母校を、ビルヘルムスハーフェンに移転させている。就役後は、 西ドイツ海軍の戦力の一端を担ってきたが、1979年に入ると新型のブレーメン級フリゲートの建造、収益が始まったため、エムデンは1983年6月30日に西ドイツ海軍から退役した。退役後のエムデンは1983年9月17日にトルコ海軍に引き渡されて、 D361 ゲムリクの名で最終駅したが、1989年にトルコ海軍から退役した。D361 ゲムリクの名は、同年に西ドイツ海軍を退役した F225 ブラウンシュバイクが襲名した上で最終駅した。ありがとうございます。